まず収録の中で東原さんがいつも履いているタイツからこちらのタイツに着替える流れに持っていきます。しかしそのタイツの中にはこちらの大量のゴキブリのおもちゃが入っているというドッキリです。今回はですね、うん、前回もやりましたけれども視聴者からの質問スペシャルをやりたいと思います。おお。エガちゃんが猫が苦手なのすごく意外でした。私はゴキブリが一番苦手なんですが、エガちゃんは猫とゴキブリだったらどっちが嫌いですか？ゴキブリだね。すいません、もう真っ当に答えちゃった。エガちゃんはドッキリってかけられたことあるんですか？ない。ドッキリだけはキャラクター的に NG。 NG なんですか？素で驚いちゃうのは恥ずかしいみたいな。それを言うねよ。エガシラタイツチャレンジが学校で流行ってるの、エガちゃん知ってる？僕の記録は16秒。本家のエガちゃんもやってみて。タイツチャレンジ、どういったの？実は今そういうの流行ってるみたいで、タイツを履いた状態からスタートして、そのタイツを脱いで次のタイツに履き替えるまでの時間を競うらしいです。やってみようか。そうですね、今回本家である江頭さんに江頭タイツチャレンジに挑戦していただきたいと思いまして、チャコットでタイツを買っておきました。じゃあちょっとスタンバイしますか。でこれを脱いで、もう急いで脱いでこれを履き替えるっていうだけです。っていうのが流行ってるみたいですよ、今なんか。普通だったら何秒ぐらい？さっきの人は16秒。よし、ちびっこ、一発でお前らの記録抜いてやるぜ。それではいきます。江頭タイツチャレンジ、よーい、スタート。あら、うわ、うわ、なにこれ。ちょっと待って。ちょっと、ふざけたことしやがって。ドッキリ大成功。ちょっと待て。なにこれ、うわー、気持ち悪い。すっごい普通のにびっくりでした。ちょっとリプレイで今流れますんで。見ないでくれー、そのリプレイ。あら、うわ、うわ、なにこれ、うわ、うわ、なにこれ。ちょっと待って。ちなみに今回の質問来てませんし、江頭タイツチャレンジも一切流行ってないです。おい。何この企画。ドッキリはダメだよ。はい、以上です。じゃあ回していきますね。すいません、ごめん、前、ごめん、なんか電話鳴ってるみたいです。電話？はい。うわ。なんだよ今日。すいません、またまたドッキリ大成功。ふざけんなよ。電話？うわ。うわ。うえーというドッキリ2連発でした。もういいんだよ。はい、OK です。なんじゃそりゃ。じゃあ次このままいっちゃいますか。お水飲みます。はい、あとは次の。うわい。こればっかりじゃないかよ。
東田さん、分かったっつうんだよ。ドッキリ大成功です。お国に耳に入ったよ。おい。おい。ドッキリ3連発でした。もう何なんだよ今日は。